毎度毎度。本日もようこりひょうたん島。練習は自分が好きだからやるのでございます。練習すれば自分が好きになる、自信を持つことができますが、練習も何でも人から強制されてするのではありません。人からやりなさいと言われると皆さん、いや、いやとなるのが普通ではないでしょうか。子供さんも練習しなきゃ、先生に叱られるわよと言われると、シュン、フンとなるのが普通ではないでしょうか。練習も人から言われてやるのではなく、自分が好きなことは頑張ろうと思うのが普通ではないでしょうか。星に願いよ。星に願いをお届けいたしました。何でも強制するのではなく、強制されるより自分から進んで好きだから練習をする、これが自然のあり方だと思います。自分が好きなことをやっているときはハッピーハッピー、もっともっと、ああもっと、もっと弾きたいわ、もっと知りたいわ、もっと弾いてみたいわ、この気持ちがピアノ上達向上心につながるのではないでしょうか。あなたダメよと言われるより、そう、この調子よ、ちゃんとできるわよ、できるじゃないといった言葉がけを